続いては,は先生短いですよ質問い,や短い方が怖いんだよ、実は。週末に現れる二人のメシアについて教えてください。ああ、まあさっき言っちゃって言いましたけどね、ねうん、だから両方とも原始キリスト教徒です。はい、で、いわゆるゴルゴダの丘でいや3年半、伝道するんですが、彼らがラストスピーカー。 彼らの言うことかかなかった人た人ちは全部秀上がりますもう書いたんだよ、もう決定あの、最後のメッセンジャーなんですよ。はい、彼らが捕らえられてイエス・キリストが十字架にかけられたゴルゴダの丘で十字架にかけられた段階をもしスマホ当時、その時代、うん、もし近ければスマホかな。うん で見てる人たちは全部死にます生き残るわけがない全部焼き殺されると書いてあるんだそれを地上で見てる人たちはもう命ないです全部焼き殺されますそうじゃない人たちは救われるんですだからその様子を見てる人たちはある役目を持った人以外はアウトです もう未来ないですだからこの二人の預言者が言ってることを間もないと、ええ、そうだな大洪水、うん、ノアの大洪水は大水でしたけど、ええ、今度は火なんですよ。摂氏4万ドル以上の火ですから、はい、あの地球全体が焼却炉火葬場になります要はゴミを一気に焼くわけですよ。うん それが来る大変ですよだからその途中で考え方を改めた人たちだけは目の前からふーっと消えるんです神がねこう隠すように、えー、今までいた人が消えるんです空中警挙という言い方もあるけれど神が隠す安全なところで、はい、だからどこどこに集合しなさいっていうのは よほどの役目を持った人たち以外はないです。だから気をつけなきゃいけないのは、どこどこさんに集まらなきゃ、言うほどで助けてくれないとかいうような連中は全部そ嘘八百ですからね。はいはい、神はそんな助かたしませんから。はい、一人一人をちゃんと知ってるの。なピンポイントで助けますから。うん、ただある役目はある人たちは。 まあ十数万人はある場所に集まるとか予言にあるからねそれはそれとしてまた別なんです。それは